バクトリア・マルギアナ複合とは、青銅器時代の紀元前2000年前後に、現在のトルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、アフガニスタン北部のアムダニア川上流部などに栄えた一元の戦士文化を指す考古学用語である。インダス文明と、ほぼ同時代に、高度の都市文化を発展させたことから、第五の古代文明という意味で、オクサス文明とも呼ばれる。発見は、 比較的新しく研究途上にある。メソポタミアの文明やエラム文明、インダス文明など他の文化との関係、特にアーリア人のインドイランでの木工に関連しても注目されている。ブマックと他の文化との位置関係怪物と動物をかたどったオノバクトリア、マルギアナはいずれも遺跡が集中する地域のギリシア語名である。乾燥地帯であるが、川とオアシスを利用して、 古くから農業が行われた。バクトリア、マルギアナは現在のメルブを中心とし、アケムネスアッサ、ペルシア以降栄えた。ブマックはソ連の考古学者、ビクトル・サリアニーティが発掘調査に基づき1976年に命名した。これは西側ではあまり知られなかったが、ソ連崩壊後1990年代に世界的に知られるようになった。 代表的な都市遺跡としては、ナマズガデッペやアルティンデッペがある。住民は、考えにより小麦、大麦などの栽培を行っていた。都市や、城塞の遺構の他に、優れた金属器や陶器、宝石類、石の印象など様々な遺物が知られる。印象に見られる図柄は、イラン南東部から出土した陶器や銀器によく似ている。マルグッシュ遺跡からは、 エラム文字と見られる名文を彫った当片が見つかっている。これらの遺跡の上下元年代は、放射性炭素年代測定によって、紀元前2200年から1500年頃という数字が提示されている。この発展と没落の過程はまだよくわかっていない。ブマックの遺物はこの地域だけでなく、イラン東部、ペルシャ湾岸、バルチスタン、インダス川流域の広い範囲で見出されている。 中心地はむしろアフガニスタン南部からバルチスタンにあったとする学者もいるが今のところ同地方から本格的な規模の同文化に属する遺跡は一切発見されていない。女性東部像イラク、イランやインダス地方とは盛んな交流が行われ交易権を形成していたが別の独立した文明という説とメソポタミアやエラム文明からの移住地として始まったという説がある。 東側では土器などに関してガンダーラボ層文化との深い関係が考えられている。また同時期の北側では中央アジアの広い範囲に遊牧民のアンドロノボ文化が栄えており、これとの接触もあったようである。サリアニではブマック文化の起源についてアナトリアなどに由来する説を称えているが、イランのエラム文明に由来するとする説やイラクから、 インダス一体の交易権権の下で独自に発達したとする説、他にほぼ同時期のタリム盆地の選手文化と結びつける説もある。トランペットを持つ海人像この時代はアーリア人がインドやイランで勃興する直前の時期にあたり、うまくはこれとの関係でも注目されている。アンドロノボ文化をハラーリア文化とする説があるが、この文化は インドイランの考古学的文化と関連づけるのが難しい。また、アンドロノボ文化がハラーリア文化であれば、これがブマックを滅亡させたと想像されるが、ブマックは馬の牧畜と戦車を使用する文化により滅亡した形跡はあるものの、より北方に位置する地方の同文化の最も早い、痕跡は紀元前1100年頃のものである。また、サリアニディ自身は、 ブマックイコールゲンアーリア説を主張し、大量の灰あるいはケシや魔王が発見された宮殿の部屋をアーリア人の灰化儀式、相馬儀式の証拠であるとするが、ブマックは農耕文化であって、馬に関係した遺物は極めて乏しく、ブマックをゲンアーリア人と関連づけるのは困難である。またジェームズ・マロリーはベーダにおける砦の記述と、 発掘された城塞とを結びつけ、アンドロノボ文化がブマックと同化して、アーリア文化になったと主張するが、ブマックとこれを滅亡させたと見られる文化は短期間、かつ断絶的に入れ替わっている。インドイラン語派には、インオーソ語やドラベダ語と異なる、奇想言語があるとの考えもあり、それがブマックの言語ではないかと考える人もいる。現在ガンダーラ地方の近くに残っている。 ブルシャスキー語も関係があるかもしれない。ありがとうございます。